では始めたいと思います。まず顔の部分からこちら6センチ白を上にして十字に折っていきます。縦横半分ずつです。はい、で4つのこの角を真ん中に合わせて折ります。こちら座布団折りです。はい、ここまでできましたら今度はこちら右側ですね、こちらを少しこのように折ります。こういう感じで、はい、だいたいここが1センチ、ここが 1.5 センチです。でここの角をもう一回出しておきます。でまたここだいたい1センチちょっと折ります。はい、こちらも同じ感じでちょっと丸くなるように1センチちょっとかな、こんな感じでこちらも折っていきます。そしたらこのような顔みたいなのができます。次は髪の毛です。こちらも5センチですけどこのまま半分に折ります。そしたら開いてこの辺りをちょっとこのようにのり付けして、ここ顔このように斜めにこういう感じで貼り合わせます。はい、貼り合わせたら今度はここをちょっと角をちょっと折っておきます。こういう感じで、まあこういう風にちょっとねこういう感じに顔ができます。顔じゃないな、髪ができます。そしたら同じく5センチ、今度はヘルメットですね、色自由です。で白を上にしてまた半分に折ります。ここはもう挟んでも挟まなくても全然 OK です。こんな感じでね、まあこのままもう挟まない状態にします。私はでこののり付けしてくっつけてこの角を折ります。はい、で丸みをつけます。でもうこのままのり付けします。開いてのり付けしておきます。でちょっとこのようにね、一回このように調整します。こういう感じでね。そしたら今度はこちら1センチとこちら5センチかなの折り紙があるんですけど、こちらも半分に折っておきます。で開いてのり付けして貼り合わせます。はい、で先にここのり付けしてこの辺りにちょっと貼って、こうですね、こういう感じでこの辺りに貼っておきます。で裏側をこう折り込んでおきます。で今度はこちら頭をこの辺のり付けしてこういう感じでヘルメットをつけます。次は服を折ります。色から自由です。でこちら半分に折ります。はい、開いてこの辺り軽くのり付けして貼ります。たらこういう向きになります。まず反対こちら向きにしてから少しここ2センチほど折ります。でこちらの角も、まあ、5ミリほど折ります。
で、のり付けします。はい、この角が気になる人は少し折って丸みをつけてください。次は腕、袖から腕です。こちら 2.5 と 7.5 センチ。こちらペールオレンジですけど、色を上にして、まずこちらだいたい1センチちょっとで折っておきます。はい、そしたら今度は白を上にして半分に折っておきます。はい、開いてのり付けして戻します。はい、そしたらここ1センチちょっとのところで一旦折ります。はい、折ったら今度はこの角から斜め下数ミリ、このライン上で折っていきます。こういう感じですね、斜めになるように折ります。はい、そしたら角をちょっと折って丸みをつけます。はい、でこの部分、この下の部分も少し角を折って、まあ裏こんな感じになってます。これで腕は出来上がりです。あとはズボンですね。こちらも 2.5 と 7.5 を白を上にして半分に折ります。はい、戻してのり付けして貼ります。同じものをもう一つ作ります。はい、そしたら一つ目なんですけど、ちょっと V 字に折るんですけど、こちらですね、ちょっと反対ですね、こちら V 字にちょっと折るんですけど、若干こちらが、こちらね、上の方が長めになるように、ちょっと長めになるように折ります。こういう感じですね。そしたらちょっとのり付けします。はい、そうしましたらこの角を折ります。でこちらも折ります。はい、こんな感じになります。はい、でもう一つも、まあちょっと V 字に折るんですけど、こういう感じでね、ちょっとここがまあ4センチほどで折ります。でここをのり付けしてください。で貼っておきます。もうちょっと広げても OK です。次は靴、2センチ白を上にして半分に折ります。で開いてここのり付けして戻します。はい、そしたらこちら右の方は少し、左はちょっと、さ、右より長めに折ってください。でこちら貼り合わせます。はい、同じものをもう一つ作ります。それでは組み立てていきます。こちら、頭ですね。このあたりにちょっと合わせときます。で、腕を合わせるんですけど、腕もこういう感じで先に合わせておいて、ちょっと確認してから貼ります。このあたりですね。そしたらちょっとここをのり付けして、こういう感じで、もうちょっとこっちかな。貼ります。でこのようにここをのり付けして、こういう感じで貼ります。はい、貼りました。そしたら今度は足ですね。足はこういう感じですね。一個はこういう感じで、もう一個はちょっと手前にこういう感じですね。こういう感じに貼っていきます。もうちょっとこうかな。あ、ちょっと待ってくださいね、間違えました。こうです。こういう感じに貼ります。
はい、まずこちらからですね、手前から貼ります。でこちらを上をちょっとのり付けして、はい、ここちょっとここがはみ出るように、ここがちょっとはみ出るように貼ります。でこの角を少し折ります。はい、で反対もこんな感じで、よいしょ、こうですね。でちょっともうちょっとこうした方がいいかなっていう、ちょっと調整します。こうですね、こんな感じですね。でちょっと合わせたらここをざっとのり付けして、こういう感じで貼ります。こうですね。そしたらあとはここ足もこの辺にのり付けしまして、よいしょ、ここへ合わせて貼ります。はい、こちらも同じようにして貼ります。はい、そしたらこちら出来上がりです。はい、そしたら前回紹介したこちら BMX のこの自転車ですね、とここをこのようにこんな感じでここをつけてくっつけると、まあこんな感じでね、 BMX の形ができて、さらにねこういうね七変化リース、ちょっと見切れてますけど、使ってこのようにね、こうですかね、こうかな、こうですね、ちょっと上にして、でこういう風に飾っていただくと、よりちょっとおしゃれになるんじゃないかなと思います。はい、よかったら作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。